子供でも目が老化？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。今日もご機嫌、1歳2ヶ月のハルトくんとおしゃれが大好きな2歳のナナミちゃん。ゆいママからこんな質問をいただきました。スマホやタブレットのブルーライトは目に悪いと聞きます。上手な付き合い方を教えてください。ママの質問にお答えするのは大原歯科眼科院長の大原先生です。ブルーライトは太陽光にも含まれているので、それ自体に害があるということではありません。しかし紫外線に次いでとてもエネルギーが強い光なので、刺激が強く、浴びすぎると体に悪い影響を与えてしまいます。スマホやタブレットの画面に使われている LED の光の中にはブルーライトが多く含まれているので、長時間見せることは目にも良くないですね。見せすぎると目に悪いのかなというのは分かりましたが、他に何か症状が出たりしますか？スマホやタブレットの画面を見ているときは、まばたきが通常の3分の1まで減っています。まばたきをしないと目はどんどん乾いて傷をつけてしまいます。充血や眼精疲労といった症状が出てきますが、子どもは夢中になると無理をしても見続けます。そして光の中でも紫外線の次に強い力を持つブルーライトは、目の一番奥の網膜や視力に重要な場所である黄斑まで届いてしまいます。目の奥までダメージを受けると、本来加齢によって出る目の病気になるリスクが高まったり、体内時計が狂う原因となって心身ともに影響が出る可能性があるんですよ。幼少期は目や体の発達にとても大切な時期です。目を守るためにもスマートフォンやタブレットの使用は短い時間にしましょう。目は大切だからこれからも気をつけようね。はいわ。はい。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。